あ、でもね、エルね、偉いからさ、アプデ終わらせてきたんよ、エーペックスの。新シーズンだからエペ始まったら多分エーペックスの新しい要素にワーキャー言ってあんまり雑談っていうかゲームやってると思うから先に話すの。エル、めんどくさいことがね、まだね、世に知れ渡ってなくてよかったね。それ以上にめんどくさそうな人がさ、昨日のメンバーでは多かったからね。エルは下の方でしたね。めんどくさそうな女。全然なんか、GPS の件とかも、エルは納得できちゃいますけど。なんか怖いとは思うかもしれないけど、でも別に怖いくってもいいやん、みたいなね。場所入れられて困ることあるみたいな。このこと自体は別にいいよね。ちょっと重くないってなるだけで、エルは全然入れられていいしね。いやましいことしない。怖いだけだから。だし、なんか GPS 入れないくらい信頼できる人と付き合いたいよねって、よく女は言うんですけど、そんなね、信頼できないですよ。男も女も。男も女も遊んでなんものね、生き物だから。エル知ってるよ。デビュー当時の口癖がこんな形で。エル知ってるよ。そんな上辺だけの信頼関係、一生築くことなんてできないんだって。結局、なんか、そんなことしなくても信頼できる人と付き合いたいよねとか言って、なんか、結局泣かされんだって、そういう女が。やっと、そんなことしなくても信用できること、付き合えたと思ったのに。女ね、涙を流すかわいそうな女をね、産むくらいだったらね、最初からね、これでも買ってくらい。やっていいんだから。非常用袋みたいなもんよ、もう。やりすぎて困ることなんてないんだから。だからエルは、全然あれ、肯定派ですね。なんかね、会えない時間が、その人たちの関係を良くするとかさ、恋愛を発展させるとか言いますけど、逆もしかりですからね。昨日バレンタインだったけど、美容室行ってて、女にチョコあげたいから会おう言われてたけど、その前から LINE 返すのめんどくて無視してて、昨日も返してない。カエル化状態してるんだけど、どうしたらいいと思う？それどっちから見てカエル化なの？俺から見て、相手がチョコあげたいって言ってきたから、なんかもうチョコあげると最初から言われるのもな、めんどくさいなっていうカエル化なのか、相手から見て、俺がカエル化しちゃってるよな、めんどくさくて返信返さない男なんて、みたいなところなのか、どっちにしてもかわいそう！ちょっと、自分の中で決めつけちゃってるんやない？どうせ義理チョコやし、そのために行くのもめんどくさいな、みたいな。わかんないよ？本命かもしんないよ？いや、義理だったとしても、わざわざチョコあげたいから会おうって言ってくれる女友達は大事にした方がいい。いや、わかるけどね、めんどくさい気持ち。家に出るまでが一番めんどくさいから。珍じゃないって。エピソード話して、基本的にエルは痛い、苦しい、辛い、結構全然プラスの考えとして受け入れられるタイプなんですけど、例えば、なんかピアスとかを開けるのってそういう感覚に似てるんですよ。ピアスを開ける時のなんかドキドキとか、なんか今から自分の体に穴開けちゃうんだみたいな。すごい興奮する。あまりにも痛すぎるとあれなんだけどね。とか献血の時もそんな感じだった。ああ、今から私血抜かれるんだみたいな。どうしよう、それで血抜かれすぎて貧血になったりして倒れちゃったりしたらとか、ああなんだか考えただけでめまいがみたいな。好きな人と別れる時にピアス開けてもらいたい。うわー、それ相手から振ってたらさ、絶対その穴塞ぎたくなるけどな。うわー、いいんだそれ。逆になんか自分の好きな人にピアス開けてあげたいとかは違うのか。私が今このピアッサーを、そんなこと考えてるやつに、お前にピアッサーは任せられねえよってなるかもしれないけどさ、私がこのピアッサーを少しでもずらせば、ピアッサー穴とかじゃなくて生涯一生消えない傷になるかもね。まあちゃんとするけどね。っていう考えもある。まあ自分が、なんかそういう M 系な考えがある分、全然逆にもなれる。奥の部屋に案内して温かいミルクを入れてくれる界隈おじさん ASMR が欲しい。たった1回2回の雑談配信で出てきた界隈語りたがりおじさんの ASMR が求められてる。おや君、水星の魔女からガンダムを知ったのかい？ガンダムはね、これまでたくさんの歴史があって今があるんじゃよ。
昔から学園ものだった？そんなわけなかろう。恐れることはない。無知は恥ではない。新しいことを知るための一つの鍵だ。奥の部屋に入りなさい。温かいミルクを用意してあげようね。数年出させてもらえない。外に。それでのここのシーンが仲間と敵が。お？おや、聞いてるのかね。動かなくなってしもうたわ。こいつもダメか。わしの話を最後まで聞いてくれる熱心な若者はおらんもんかね。骨になってる。すぐそういう展開にする。最初はミルクを与えてくれたけど、途中からご飯を与えることを忘れてね、熱心に語っちゃうんだよ、そのおじいさん。周りには骨が散らばっているんだよ。なんかね、ゆりかごみたいな椅子に腰掛けた骨がいっぱい並んでんだよね。新しい椅子を買わんと。ほら、苦手だからこの話やめない。これもダメだった。ほな、吸うてよ。ケアパッケージだ。いいね。え、なんか色かわいい。え、ウキウキする。飽き性の L、 この新しいアップデートにずっと飽きずにウキウキし続けることができるのだろうか。なんか付き合って3ヶ月目くらいの気分。エイペックスめっちゃ楽しい。ねえ、次どこ行く？ねえ、原宿とか行ってみたい。え、声かわいい。え、ありがとう。でも実際会ったら多分ね、全然可愛くないって思うよ。そうなんだ。普段ってさ、どういう服とか着んの？アンクとか、シークレットハニーとか。え、めっちゃ白い系のブランドじゃん。え、地雷系って言わないで。そういうね、可愛い服着るの好き。そういう可愛い服着て、それが似合うように努力して、可愛い自分になりたいなって思う。エルネ、そういう子好き。あ、第三者出てきちゃった。イケカテヌシと、カワボナマヌシと、第三者エル出てきちゃった。自分のこと可愛いと思ってんだろ、どうせみたいなさ、言うじゃん。言うじゃん。偏見。言うでしょ。でも、その、自分可愛いと思ってんだろって言われるまでに至るまでの努力を考えたら、もう愛おしいんだよね。あん、別に自分のこと可愛いと思ってますよ。だってそれまでいっぱい努力したもん。みたいな。別にエルに限らないだろ。いつか錆びる。こんばんは、初見です。切り抜き見ましたが、ロボットなんですか？はい。エルの配信にようこそ。はじめましての方は、はじめまして。二次三次所属、エルフの国からやってきた美少女エルフのエルだよ。今日は配信に来てくれたみんなとお話をしていきたいと思います。なんか科学館とかでありそうな喋るアンドロイドみたいだな。あー、もう時代ってここまで来てるんだみたいな。まるで生きてるみたいだ。何の話をしますか？好きな食べ物についてですね。好きな食べ物、最近はマクドナルドのハンバーガーを食べました。ハンバーガーと言っても、私はハンバーガーが苦手なので。ディディディン、どういうことだ？朝マックのマックグリドルを好んで食べますよ。ちょっとまだ日本語で勉強中か。あなたの好きな食べ物は何ですか？そうですか、私もいつか食べてみたいです。汎用性のある回答。私もいつか食べてみたいです。エレラ、自分で自分の性格どんなだと思ってる？なんかふっかるだし、誘ったら何でも来てくれるんだけど、それから先の関係になるにはちょっと時間がかかる性格だから、ご飯行こうって言って全然行くけど、親友以上になるにはなんか結構時間と信頼度がかかるタイプみたいな感じですかね。でも親友にならなかったから悪いとかじゃなくて、なんか親友以上の関係が少ないだけで、別に選んでるわけじゃないしみたいな。時間がをかければ仲良くなれるみたいなタイプですかね。相手からグイグイ来られてもダメ？あ、でも全然グイグイ来てくれたら逆に助かるけどな。自分がいけない分。みんなそんなもんじゃない。あ、そうかな。じゃあ別に変わってるわけとか変なわけじゃないんだ。正直めっちゃ硬いね、エル。見栄を張る余裕もないわ。でも、いつだったか、ダンスレッスンの時だったか、体育の授業だったかで、めちゃくちゃ体硬いくせに、一つだけなんか、体が柔らかい人にしかできない体操かポーズみたいなのがあって、それが、めちゃくちゃもう、柔らかくて、すごいみたいな。
え、これが柔らかいってどういうことなんですかって聞いたらね、あ、それはね、あの股関節が柔らかいって言われて、おーエロって思って何を言うてんねんってね。え、股関節だけ柔らかいらしい。おーほーって思ってね。アホで臭い。いやいやいや、いやもう頭ん中一生男子中学生だからさ、うん、ただ股関節が柔らかいって何って全然それどういうことってまだ酔ってないです。だってそれ以外のとこ全部硬いのに。え、神様僕を何をもってして、股間だとか言って。こんなこと言ってるからエルさ、Mズーンのさ案件呼ばれたんだ、見込みあるって思って。なんかで書いてたのかな、エル特技みたいなところで股関節が柔らかいみたいな。股間案件もらったのかな。股間一軍なんでねエル。股間案件なくなっちゃったね。なんでだ、毎年のもうさ夏来たなみたいなあれだったのに。今だったらもっといっぱいいるでしょ、股間に向いてる人。絶対やった方がいいって。絶対もっと楽しくなる。いっぱいライバーさんも増えて、俺こそがってね言う人いっぱいいるだろうに。でもなんか最近のさ VTuber はさ、やっぱさあーみたいな、なんか名前がパッと出てこないわ、なんか誰かの名前、たかしみたいなさ、たかしなんてライバーいないけどさ、名前を出して安牌なライバーが思い浮かばなかった。あ、エルエルでもそういうの気にするんだ。いや気にするでしょそりゃ。なんか急にここでさ、あのパッとさ、なんか男の子ライバーの名前出してさ、なんかあーじゃあ最近その人と仲いいんだふーみたいなさ、うん、でも配信では別に絡みあるところ見ないけどねってことはさみたいな感じでさ邪推されても困るじゃん。だしあの相手方のライバーさんにも迷惑がかかっちゃうからさ、あんまりこういうところでうかつにさ男性のライバーの名前出せないわけよ。だからといってさ渋谷はじめの名前を出したらさ、マジで最近渋谷はじめの名前出しすぎで草みたいな。最初の方はネタだと思って聞いてたけどみたいな、最近ネタじゃない勢いではじきの名前出してて草みたいなさ、なっちゃうからさあんまり言えないのよエルからも、うん。でね、そうはじめみたいな感じでさ、もうアイドル売りになってるわけよ。だからもう股関係とか出なくなっちゃったんだって思ってる。多分マネージャーさんとかが NG してんじゃない、ロフマオに股間案件をとか言ったら、もうちょっと今年のロフマオはちょっとみたいな、違うんで。え、でも力也くんとかあの出てましたよね以前に。あ、でもちょっと力也くんもそっちの方向じゃなくてみたいな、 UFO とか出ちゃってるんでみたいな、ちょっと股間の方はみたいな。でね、だからかなぁ、 L いけます全然、アイドル売りまだやってないんで L いけます全然、行かせてください。二次三次デートが楽しそうな女さん、こんにちは。こんにちは。今日はありがとう。エイペックスデート付き合ってくれて。なかなかね、そう、最近エイペックス一緒にやってくれる人いなくて。そう、君だけだよ。一緒にやってくれるの。エルもだいぶ久しぶりでさ、あんまりエイペックスも新しい仕様とかよくわかってないから、一緒にいろいろ見てみよう。ありがとう、時間割いてくれて。本当に嬉しい。楽しい時間にしようね。俺、プラチナなんで、任せとけって。すごーい。それってもう今プラチナってこと？私全然まだ今ルーキー。じゃあキャリーしてもらっちゃおうかな。ねえ初動多い。ねえ何考えてる？あ、ナイス。弾節約しないと。よし頑張ろう。ねえアモナイ、だから言ったじゃん、初動いすぎたらさ戦いにもならないよって。だから言ったじゃん。待って待って。落ち着け。お、いいね。でもやれそうだね、そいつ。痛い痛い痛い。ああ、もうそんなの勝てるわけないじゃん。こういうのはさ、もうフィジカル勝負とかじゃなくて、もう、アモがどれくらいあるかとのしかの勝負になってしょうもないからやめようって言ったじゃん。初動ファイトやる分にはいいけど、数考えよう。せめてもうワンパぐらいだよね。三部隊以上いたら話になんないからって言ったじゃん。あ、エーペックスデート、うまくいかないな。ごめん。LL、戦うの好きだからいっぱい戦えた方が楽しいかと思って。プラスやし、ええか。でもさ、時間は有限なわけ。これでさ、待ってる時間がさ、暇なんだったらさ、ジャンタマしよっかな。頑張って、起こしたら言って。うん、LL ごめんって。問い合わせしよう。135,484。ねえねえ、これ何の数字？突然 LINE どうしたの？これが何の数字だかわかりますか？あなたに費やした、これまでの金額です。なんかパパ活女子に対して、今までお前に使った金返せって言ってくるおじさんみたいな。これが何の数字かわかるかな？交通費、ご飯代、プレゼント代含めたすべての額です。
もう会ってくれないというんだったら、この額をいついつまでにこの口座に振り込んでください。お願いしますね。時々ツイッターのおすすめで回ってくる。どんなのおすすめされてんだよ。たまたま回ってきた時に、なんだこのツイートって思ってクリックしちゃうから、あ、お前こういうツイートが好きなんだって思われて、多分おすすめでいっぱい出てきちゃうんだろうね。明日学校で宣伝します。あ、本当に。ありがとう。見に来てくれる人増えるかな。みんなマジで聞いて、あの帰りの会の時にすみません、みんな静かにして。明日25日の21時から僕の好きな二次三次の VTuber のエルさんが 3D ライブやります。なのでぜひみんな見てください。ありがとうございました。宣伝よろしく。ありがとう。学生のみんなは帰りの会の時にね、宣伝するんだよ。教授に宣伝します。ありがとうございます。先生、何ですか、質問ですか。明日の21時から二次三次のエルさんが 3D ミニライブやるんで見てください。何時に行ったらいいって。あの9時、あれ2時って言ってなかったっけ。違う、だから二次三次っていうあのグループのありそう。わかりました。じゃあ見ておきますね。じゃあちゃんとそのライブ見るから課題もちゃんと出すんですよ。朗読配信してアシレメロス。メロスは激怒した。必ず彼女自暴虐の王を殺さなければならぬと決意した。殺すまで言ってたっけ。あれ、そんなに厄介じゃなかった。彼女自暴虐を殺さなければならぬと決意したじゃなかった。俺セリヌンティウスやる。ウイローリはいける。ウイローリ覚えてないんだよな。読んではいたけど、あ、そうだ、拙者親方と申すはご存知の方もおぞりござりましょうが、お下りなれば右の方で直してこい。時そばやって。時そば、なんでこんな話で盛り上がんの。こんな話とか言うな、ウイローウリを。名作やぞ。急に冷静になっちゃった。なんでこんな話で盛り上がんのとか急に我に返る。エルエルが読書したいって言うから。どうやった。あー、面白。本気でウイロー売る気あんのか、お前。あります。あ、拙者、あ、親方と申すは、あ、ご存知のお方もござりましょうが、売らせてください、ウイロー。今日は文化的でオシャンティ。なんか賢いじゃん、今日の雑談。わあ、白。俺ら白いわ。白角です。じゃあエルが黒だった。はい、人狼です。俺ら村人、エル人狼。はい、CO します。人狼です。おい、エル、お前まさか。自らあの茨の森へと行ってきます。楽しかったぜ、俺らとの人狼ゲーム。おい、待てよ。え、何。お前本当に行くのか、あの茨の森へ。だってエル人狼だし。人狼だから何だってんだよ。じゃあ人狼が人間と仲良くしちゃいけねえっていうのか。だってそういうルールだし。そんなルール今から変えようぜ。ああ、なるほどね。って言って耳ないなって。こんにちは、今日から皆さんのクラスでお世話になります、エルです。あれ、あの子どこかで。よろしくお願いします。みたいな。わ、ハッピーエンドやん。よかったよかった。これから VTuber 目指してる方へのアドバイスはありますか。まあそうですね、そんな方に向けてあのセミナーというものを私開かせていただいておりまして、そのアーカイブがね2本ほどありますので、そちらをぜひ参考にしていただければなっていうふうに思います。まあ、第2回の方ではですね、あのとつまちという形でいろんなライバーさんにですね、その志望動機であったり自己 PR を書くコツなんかをですね、あの募集して答えていただいたりもしてますので、そちらの方ね、ぜひ参考になるかなっていうふうに思います。美少女エルフならチャイちゃんかもしれない。おや、こんな夜中に迷い込んで、どうしたのかな。演劇モードの時のチャイチャイ。ここは一体どこなんですか。そうだね、ここがまずどこの森なのか君に説明する必要があるよね。その前に自己紹介をさせてくれ。私の名前は花畑チャイカ。このエルフの森に一人悲しく住む孤高のエルフ美少女さ。演劇モードのチャイチャイ。絶対本名名乗らないよ、チャイ。花畑チャイカも偽名だからね。それすらも教えてくれない？花畑チャイカという名前すら。ブラウンの方のチャイカさ、ブレインじゃなかったっけ？ブラウンだかブレインだか知らないけどね。ブレイクだか。ブラインだ。何も会ってなかった。誰も会ってない。俺も、あなたも会ってなかった。チャイチャイごめん。こんだけだって、
早口言葉の本読んでるって言ったから読めないと女が廃る。よし行きます。右折車左折車直進車右折車左折車直進車右折車左折車あ言えなかった噛んじゃった恥ずかしい。音読の本頑張って読んでたのに噛んじゃいました。もう早口言葉得意とか言えないよ。合格で言う。え、本当ですか優しい、ありがとうございます。言えるまでやるんだよ。右折車左折車直進車右折車左折車直進車右折車左折車直進車すっぴんでもあんま変わらないよ。怒られるやつ。可愛いよがいいんだろうな。安牌すっぴんも可愛いよが安牌なんだろうけど、エルは人狼判定しちゃうかな。すっぴんでも可愛いよは。あ、自分占い師使用します。今すっぴん可愛いって言われたと思うんですけど、自分この方占ったんですけど人狼でしたみたいなこのタイミングで急にそれを言ってくるのってすごい怪しくて。すっぴんの方が可愛いよはどう。いや、それ言われて嬉しい子っているのかな。だってさ、メイクってさ、自分がこうなりたいとかこう見せたいとかこう見られたいっていう理想の塊だと思うんだけど、それよりも何もしてない方が可愛いって言われるのって自分の研究の成果とか努力を否定された気持ちになっちゃわないかなって。おじさんちょっと心配だな。の方がは言わなくていいかも。なるほど、難しいですね。本心から言っているんだとしても難しいですね。女の子って別にメイクが下手だって言ってるわけじゃないんですけど、そうすっぴんも好きでいいんですよね多分。あんまり下手に褒めすぎず、そうすっぴんも好きだよって自信持ってぐらいでいいんでしょうね。でも L 一ついいですか。自分村人なんですけど、ここですっぴんに関しての議論ずっとしてると思うんですけど、私ここで、あえて黙って抱きしめる、いいですか自分。自分村人なんですけど、全然占ってもらって大丈夫ですし、なんならロールしてもらって大丈夫なんですけど、無言で抱きしめるで、とりあえず抱きしめろ。でいいですか。もうそういうどっちが可愛いとか自分が自信を持っていない状態の姿、ありのままの姿を褒めてほしいと別に思ってなくて、だからそういう言葉でのコミュニケーションってやっぱり誤解が生まれがちなんですよね。でもそれをあえて体で表現することによって、別にそういう言葉なしでも愛情が伝わってくるじゃないですけど、難しいかなこういうのって。いいかなって思うんですけど。狂人釣られた。なんかエルの意見と少数意見だったらしい。ローラーされました。なんでだよ。いいだろ別に。占いました。この人ロマンチスト。ごまかしてるとかじゃないんだって。ごまかしてるとかじゃ別にいいやんみたいな。どっちがとかいいやんみたいな。朝です。Lさんが無残な姿で発見されました。ああ、そうバレたか。いけると思ったんだけどなぁ。狂人ってバレてたのかなぁ。抱きしめられたドキン距離ですっぴんの顔見られたくない。なるほど、なるほど。一理ありますね、それ。確かに。そっか、そっか、そっか。待って、想像する。はい、はい、はい、はい。なるほど。じゃあ、もう、やっぱ見せれん。な、すっぴんは。見せたくない。でも、それで恥ずかしがる姿を相手は見たいじゃない。ちょっと会議しましょう、会議。すっぴんで、自分可愛くないよって言って恥ずかしがっている女の子を男の子は見ていたいという気持ちについての議論なんですけど、いや、自分これ結構怪しいと思ってて、女性サイドに一旦立って考えると、こちらとしては得はないのかなっていうのは感じちゃいますね。恥ずかしいから可愛いっていうのって結構マイナスな点とかも多くて、メリットないかなって。エルさん白い。おー。でね、はあ、俺にはもう帰る場所なんてない。そう思いながら行くあてもなく、ただひたすらに道を歩き続けていた。そんな俺の目の前に、そう、突然現れたんだよ。あの森が、ちょっと吹き替えっぽい。洋画かな？あ、そう、突然現れたんだよ。エルフの森が、森から何か、ぼやっとした、光？もや？みたいなものが見えて、僕は必死にそれが何なのかを確かめたくて、その光の方に走っていったんだ。その光が鮮明になっていって、気づいたら、目の前に、それはそれは美しい、エルフのお嬢さんが立っておった。エルフなんて空想上の生き物じゃと、わしもばあさんも常日頃から、こう言っておったんじゃが、いや、間違いない。目の前にいるのは、作り物でも、偽物でも、ましてや夢なんかでもない、紛れもない本物のエルフなんじゃと、わしの長年の直感がそう言ってよ。
が歌うまい。誰だろう。はあ、はあ、はあ、おお、ふう。いや誰だろう。誰が歌うまいかな、愛知規制で。みんなに言わせようとしてるよこれ。絶対に言わないからな。あー、けなげな女の子になれないエルエル。今2個の選択肢があったんですよ。自分をとことん卑下してみて、みんなからの慰めを煽ると、自分に今できる力を見せる。2個の選択肢があって、むすったな。ちょっとふーじゃなかったか。キュンとする男性の仕草じゃ、あ、もう出たもん、こういうのも。なに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 、なんだろう、男性だしな、しかもなんか腕まくりとか言う人いるよね。まあだからエルはやっぱロメオが好きだからさ、ロメオみたいに手を差し伸べてくれたらキュンとするかも。あの膝ついて手を取るみたいな。あの基本的に夢女子で構成されてるから、漫画の中に出てくる王子様みたいなことしてくれたらキュンとくるかも。そう、お姫様になりたいからさ、会える。はぁ、あ、これから毛穴を光でいじめてくるので残りはアーカイブで見ます。なんやろなぁ、何の治療だろう。マジで800万回 L の配信で言ってる頃だけど、毛穴汚れはもうプロに頼むしかない。あ、脱毛の方か、そっちか。確かにそれはいじめだわ、かわいそう。お前の体を守るために俺たちは生えてさ、それなのに殺すなんてひどいよってね。毛穴愛護団体が黙ってない。エレエレは脱毛してるの？絶対もう知ってるやろ。脱毛デッキもう800回やったって。最初はね、お金もったいないって思ってたけど、もうやるとね、クオリティオブライフ上がりまくり。エルの毛のないツルツルお肌、サワサワしたい。エル、こういう化け物とは到底無縁の VTuber だと思ってたんだけどな。最近エル、そういう目で見られること多いんだよな。エルもそちら側だったか。サワサワされちゃう。報告、新しいギルリーダーが生まれました。エルさんの頭ピンク。何それ、エルがいつもいつのこと考えてるってことですか。違う、考えてない。髪の色はピンクなのだけ。綺麗なお姉さんの同居することばっか考えてるじゃん。はぁ、別にそんなこと考えてないし、膝枕されながら顎撫でられたいだなんて考えてないんだから。どんだけエルの頭がピンクだと思ってるわけ。失礼しちゃう。バレンタインは過ぎてしまったが、今からでも貴様のチョコパイをもらおうか。チョコなんだ、エルのパイ。エルのパイチョコ味なんだ。美味しそう。エルだってお姉さんのチョコパイもらいたいわ。チョコか。あ、でもここでミルクパイとか言われてても結構キモかったしな。まあ、チョコパイがアンパイか。うまっ。あ、居酒屋とか行って果実酒があると、おーやったーってなる。ちなみに梅酒は好きではない。背景黒にして全部消してロボット声やってみた。あ、一回やったことあるよ、それ配信で。こんばんは。本日は二次三次所属 VTuber L の配信にお越しくださり、誠にありがとうございます。話したい項目を選択してください。最近ハマっていることについて。それでは、最近ハマっていることについてお話ししますね。最近ハマっていること。二次三次所属 VTuber L は2月11日12時からペルソナ3リロードの配信を行いました。そのゲームに出てきたキャラクターたちに見惚れ、最近ではそのゲーム配信をよく行っているようです。とは言っても、本日のペルソナ3リロードの配信は前回のシャープ3の配信から6日後の出来事でした。って感じですかね。怖くなっちゃうかもね、みんな。な、夢に出てきそうじゃない？突然俺に話しかける画面みたいな。エルさんだったらお返しは何が嬉しい？え、何くれんの？なんか。はい、のんびり。お年玉もらった時に目の前でポチ袋開けるタイプだからエル。え、何くれんの？お返し何が嬉しいって聞くってことは何かくれんの？何にしよっかな。スパチャしかないでしょ。まったくちげえよ。そういうんじゃねえって。待って、真剣に考える。いや、でもね、嘘よ。答え早。正味、マジで綺麗事じゃんって思うかもしれないけど、何事も、俺のことを考えてくれたその時間が嬉しいから、何でもいい。マジで。マジで何でもいい。はいはいじゃない。はいはいじゃないから。
だってわかるでしょ、小田切先輩への愛情の歪みを見てわかるでしょ、なんとなく。重ければ重いほどいいんだから。エルにプレゼント何にしようかなって思って一週間ぐらい悩んだわって言われたら、あー、うん、一週間エルのこと考え続けてくれてたってことってなるから、普通にそれが嬉しい。それでいいや、それでいいやとか妥協なんですか、それでいいや。うん、花でもいい、捨てない、え、捨てない捨てない、花だったら。逆に自分じゃ買わないから、花はくれたら大事にする。エレル、自分が重いのはいいけど向けられると冷めてそう。え、わかんない、思い合いを向けられたことないからわかんない、エル。あ、そっか、エルエル愛が重たいから、じゃあ僕も私も重たい愛で返せばいいんだって言って、あ、もうエルちゃんのこと考えすぎてたら一日経ってたよって言われたら、みたいな。そっか、あれ、なんか思ってた反応と違うな。なるかもしれないんだ、わかんないわかんないわかんないじゃ困るんだよね。何がエルの金銭に触れちゃうんだろう。でもエルさ、よく言うからさ、飽きたって。ルイボスティーとかもさ、あんなに毎回コンビニに行けばルイボスティーのペットボトル買うくらいには好きだったのに、家に50袋セットのルイボスティーを買った時はマジ2袋ぐらいで飽きたんだよ。で、一時期ミンティアを飽きるくらい毎回口が寂しいからって言って一日に何粒も食べてた時期あったのに、今パタリと食べなくなったんだよね、飽きたから。だからなんかね、怖くって。だからよくいる結婚願望ないんですかって聞かれるんだけど、毎回その度に相手を幸せにできる自信がないって答えるんだよね。だって結婚ってさ、半永久でしょ、その間飽きないかなって心配になるもんね。いる、飽きたらどうしようみたい。飽きたらなんて言えばいいんだろう飽きたって言ったら多分人間って傷つくよなみたい。俺なら飽きさせないけどなふーん、面白いじゃん、私と恋愛ごっこしてみる。飽き怖いよね、すごいわかる。え、わかるよね。だから会えるって向いてないんだって思うもん。だからゲームでいいかなとか、二次元でいいかなとかなるもん。無惨様も人力も実際飽きちゃってさ。でも人力も無惨様も攻めないわけじゃん。エルが推し変したり、今はグッズ全然買わなくなっても。でも、生物とさ、一緒になっちゃうとさ、飽きたって言えないよねって思って。だから、難しいなって思って。あとちょっと。俺サバゲーしたことあるよ。エルもやってみたい、サバゲー。サバゲー女子になってみたい。サバゲーに興味あるんですけど、サバゲーって楽しいんですか？教えてください。怖い、でもめっちゃかっこいい。銃やばい、銃使いこなせるんですか？めっちゃかっこいい、すごい。女の子がサバゲーやるのって珍しいんですか？そうなんだ。めっちゃ楽しそうなのに。そうなんですよ。周りの友達にサバゲー一緒にやろうって言ったんですけど、全然ついてきてくれなくて。だからこういう風にサバゲーできるお友達、全然女の子とか男の子とか関係なしに、お友達できてめっちゃ嬉しいです。教えてください、サバゲーのやり方。姫になっちゃった。結構変わってるって言われるかも。カードゲームとかめっちゃ好きです。逆になんかメイクとかあんまり興味なくって。エレル実際姫になれるの？俺が決めんの？俺が決めていいの？姫になれるかなれないか。なりたいよそんな。お姫様になりたいでしょ、女の子は誰だって。なれるのかなれないのか、エルが決めていいんだったらなりたいです、エルだってお姫様に。エルだって綺麗なドレス着て、カボチャの馬車に迎えに来てもらって、王子様に追いかけられて、あなたお名前はって言われて、スノーホワイトパラダイス、あーって言ってガラスの靴だけ落として街を探されたいです。このガラスの靴に合うスノーホワイトなんちゃらさんはどこにおられるかって言って、なりたいなー、お姫様に。エレル足のサイズ小さいの？そんなに小さくはないとは思うんですけど、 25.5cm てか剥奪されました。あの日限定だったからね。格付けから来ました、ありがとう。どこにデート行く？まあエルはね、結構どこでもいいんだけど、どこでもいいっていう女が一番困るんだよね。めっちゃわかる。エルもどこでもいいって言われたら結構困るタイプなんだよね。だからご飯とかもどこでもいいって言われたら結構困るタイプで、何系統がいいのかくらいは言ってほしいよね。なんかお魚系がいいとか、お肉系がいいとか、麺とかがいいみたいな。エルは結構そのあたり大体決めてるかなみたいな。エルもね、上京してきて長いから、このエリアだったらこのお店かなっていうのがね、大体わかるから、そのご飯系だったらこれで、お酒だけ飲みたいんだったらこっちのおしゃれな方かなみたいな感じで、結構提案と
かはできるからね。もし自分自身がね、そんな優柔不断であんまり決められないタイプだよっていう方はね、エルがね、引っ張っていく。これは退屈させなさそうだね。そう。そうそうそう。でも、ちゃんと、ときめけられます。初デートのランチどこに行けばいい？それエルと？それとも恋愛相談？エルはね、何がいいかな？初デートのランチ。パン食べ放題とかがいいな。男を見る目大丈夫そうですか？それはね、ないと思うよ、エル。男を見る目はない。典型的な、あの人やめときなよって周りに言われるけど、いやでも、L から見たら完璧なんだよね。全然あの殺しとかやってるけど、L には優しいから別にそれでいいかな、みたいな。なんなら L 以外のこの世の女全員殺しちゃっていいよぐらいに思ってるから、全然、あれ彼氏殺し屋でもいいかなって。そんなんだからね、周りのアドバイスを聞き入れないから、だから見る目がないっていうか、悪い男の子に戦った時に脱却する術をね、持ち合わせていないかもしれん。助けてね、LL やめときなよって。もしもし、俺だけど、久しぶり。いや、なんとなく連絡したくなって。まあ、うん、まあ、ぼちぼちかな。あ、そっちは？あ、そうなんだ。まあ、元気そうならよかったよ。よう。あ、いや、そういえば、今日誕生日だったよなって思って。ああ、うん。おめでとう。また地元帰ってきたら会おうよ。いや、別にそういうんじゃないって。うん。まあ、時間あるときでいいからさ。じゃあまだ。配信？だっけ？頑張れよ。はーい。ごめん、なんかめっちゃ急に電話かかってきた。なんか普段だったら絶対配信中に電話出ないんだけど、久しぶりに電話かかってきたから。忘れられない人の一人や二人はまあいるよな。全然2位まで待っても、あ、すいません、今ボイチャー入れました。あ、全然2位まで待ってもいいです。結構厳しいんで、全然2位まで待ってもいいです。で、そこは、あのドアロックできてるんで、後ろのドアロックできない方のドアを見ましょう。一旦は、背中で、守れるんで、空いてる方のドアを見てもらって、2位になるまで待機するって感じで、多分戦ってくれると思うんで、あ、でもそう、ちょっかい出すとね、来ちゃうんでね、そう。いや、でもうまいです。マジで。マジでうまいです。めっちゃいいっすね、そのジャンプパッド。そこでね、ジャンプパッドの判断、冷静にできるのマジででかいです。ニック会は、奥さんのね、能力でできるんで、先にシールドの方巻いてもらって、そうですね、グレを持ちましょう。いやー、上いいっす。上いいっすね、マジで。マジで一取り完璧です。あと2部隊ですね。相手2人ダウンしてるんで、めっちゃいいです、その爪。その爪めっちゃいいですね。あ、でも相手、赤シールドっすね。いや、頑張れ頑張れ。相手ね、ノックダウンシールド使ってきてるから、結構、相手の方が有利ではあるけど、いや、マジで、ナイストライです。いや、めっちゃいい。ありがとう。うるさ。ちょっと黙ってくれんか。味方を褒めてるつもりの、ノックダウンシールドあるんで相手の方が有利っていうのいらないんだよね。自分で解説する。そう、わかってるんだけど、多分、俺のことを、しょうがないよみたいな感じで言いたいんだろうけど、戦闘中には言わないでほしいんだよね。なんか相手の方がノックダウンシールド使ってるから有利、イコール、多分負けるみたいなことになっちゃってモチベ下がるから、ちょっと言わないでいいみたいな。ノックダウンシールドあったから、厳しかったっすねーって、終わった後に言うならいいけど、打ってる時に言わないでくれみたいな、そう、ノラをイメージしてやりました。あ、メール来ました。バレレレ、バレレレ、いや、うるさいうるさい。ちょっと、この電話の音でバレるんですよ。ミッション、一回、サービスカウンターに、逃走者の檻を設置と、何ですか、逃走者の檻って。この檻に3人が自主的に入ることにより、ハンター3体の放出を阻止することができる。つまり、おとりになるっていうことですか。ミッション、3人の犠牲者をもってハンターの放出を阻止せよ。巨大スーパーマーケット1階サービスカウンターに逃走者用の檻が設置された。そこへ自分の意思により3名の逃走者が出頭することでハンターの放出を阻止することができる。ただし、自首した者は
賞金額は0円となる。え、誰がやるんですかこのミッション。自首してもその額はもらえないっていうことですよね。この檻に行かないとハンターが放出される。どうしよう、ちょっとクロちゃんさんに電話してみますってね、感じで、そういうなんか誰かを犠牲にするミッションが出た時に演じられる逃走者になりたいの。俺はクロちゃんを裏切るぞ。え、あのクロちゃんさんをあの押し込もうとしたら逆に押し込まされるみたいな。ごめんね、本当にごめん、後でお返しするから本当にごめんとか言って、だってそっちが先に騙そうとしたんでしょ、僕悪くないからごめんね。でも本当にこんばんはです、初見です。こんばんはです。人生マジ初の V 推しを探してます。あー、そうなんだ。まあ VTuber とかってさ、この世にたくさんいるし、無理してさ、なんか推しとかは探さなくてもいいと思うんだけど、今日会えたのもなんかのね記念、まあ一期一会という言葉があるようにね、たまたまおすすめに出てきたから見てきてくれただけかもしれないですけど、私はこの出会いは大切にしたいかなとは思います。はい、個室にめっちゃあってて最高でした。ところでLLしりとりしない、じゃあ俺からね、ミオリネレンブランがついたから君の負け。最近だとさ、なんかんから始まるなんか言葉があるらしくてさ、ガキンチョとかが言ってくるようになったらもうLはそれそれなんかんじゃダメ、もう許せないかもしれないですね。グー出るかもしれない。んこ、んこって何、んこダイス、んこちゃん。あ、終わった。ちゃんをつけなければ勝ってたのに。タコさん、雑談おつエルエル。ひょんなことからちっちゃな音楽スクールで先生をやることになったよ。水物の収入ばかりが増えて人生が不安定だけど、まあいいかって生きてるよ。エレルの配信が癒しです。ありがとうございます。え、でもすごいいいな、音楽スクールの先生だって。エルもでもできるよ。これは皆さん何の記号かわかりますか。トーン記号っていうんですね、これ。皆さん見たことあると思うんですけど、ドレミファソラシドっていう風にね、あってね、こっちの記号は何かなっていうとね、あのトーン記号じゃない記号っていうのがある。ヘ音記号って言ってね、これ何の音符かわかるかな、これ。ラ、あ、これ違うんですね、これね。ヘ音記号になるとね、ちょっと厄介なんだけど、ラじゃないんです。これドなんですね、これ。すごい、音楽の先生、いいですね。エルフがポドキシン4869飲んだらどうなりますか。俺の名前はスノーホワイトバラデセルさんとフローワセルのビブリンセルリブラハイルヘデドクタセブリスケーバシャルブエル。ある日、幼なじみのランと遊園地に遊びに出かけていたところ、黒の組織の怪しげな取引現場を目撃してしまった。で、背後から近づいてくるもう一人の敵に気がつかなかった。そして目が覚めると体が縮んでしまっていた。エウが生きていることが奴らにバレると、また周りの奴らに命を狙われるかもしれない。そう考えたエルは、なんて名乗るの？エロと名乗り、ランの家に転がり込んだ。かわいいやん。かくまってください。後のエロである。まだ声変わりしてないからこんなかわいい声なんだ。エレル、お誕生日おめでとうございます。質問なのですが、俺らにされて嬉しいことを教えてくれませんか。たくさん楽しい時間をくれるエレルに私もお返しがしたいです。今年もエレルにとって素敵な一年になりますように。なんていい子なんでしょう。ベタだけど、コメント、リアタイのコメントと、あと動画とかのコメントとかも残してくれたらめっちゃ嬉しいかな。ありがとうございます。ありがとう。何かしたいって思ってくれるその気持ちが嬉しいってやつよね。なんか誕生日プレゼントとかサプライズとかじゃなくて、なんか誕生日プレゼントとかサプライズをすることによって誰かを喜ばせたいと頑張ったり考えてくれたその気持ちに幸あれみたいなタイプだわ。ほんとよ。エレンの弱点知りたいです。キャッ、何弱点？そんなものないです。え、なになに、耳たぶとかそういう話？いやー、ドキドキしちゃう。あ、今の嘘なんですけど。弱点はですね、あれですね。L、こう見えて、まあ、声とか褒められた時はでしょとか言うんだけど、自己肯定感そんなにないタイプなので、
あの、エルのことを褒めちぎったり、あーもう好き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 だな、大好き大好き、愛してる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 、あ、一緒一緒にいて一緒一緒にいてとか言ったら、エルちょろいので、全然照れるかな。褒めちぎることですかね。褒めちぎられたら、弱い。な、楽天。本当に。何もかも Apex はマッチングアプリ。あ、自分今324ダメージっす。すごい、自分まだ18ダメージ。あ、全然気にしなくていいっすよ。あ、アシストとかもらえてます？はい、アシスト3なので。あ、よかったよかった。あ、多分自分の後ろついてって、あの激論の敵とか撃ってもらえれば、まあ、結構ポイント稼げると思うんで、もう全然気にしなくていいですよ、マジで。優しい、ありがとうございます。味方がいっぱいキルしてくれてたんだろうな、ありがとう。危機感持った方がいいよ、やっぱりね。これだけは言わせてほしいけど、Apex を遊びでやってる人はマジで危機感持った方がいいよ、今のうちに。なんかやだ、なんか受験生みたいなこと言われてる。まず一つ言わせてもらうんですけど、1年生のうちは遊んどこうとか部活だけやってようって思ってる人たちはね、本当に危機感持った方がいいよ。そこで差がつきます。早くても2年生の後半からかなとか、遅くても3年生の時には、あ、でも部活もあるし、3年生の夏休みからもうどん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 ね、書き伸ばしになって、みんなに置いてかれちゃって、授業の進路についていけなくて、志望校も狭めざるを得なくなって、どこにも行くとこなくなっちゃって、家族とも大喧嘩して、じゃあなんであの時塾行こうって言った時にお母さんの言う通りに塾行かなかったのって喧嘩になって、お父さんにも。デートしたら楽しそうな可愛いエルフの女の子だ。楽しませます。楽しませて腹がよじれるほど笑って、腹がよじれてぐちゃぐちゃになっちゃって、胃も大腸も小腸もブチブチにちぎれちゃって、原型をとどめなくなるくらいには楽しいデートになると思いますよ。なんや、イヤホン忘れちゃったからどなしで見てるよ。ありがとう。なんでイヤホンなしなの？イヤホン忘れたの？エルもね、昨日イヤホン忘れたっていうか、充電してなくてね、音楽聴けなかった。意外とすぐなくなるんだよね、気づいてない間に。お、まだ 100% あるなって思っても気づいたらイヤポッツで充電切れてるんだよね。だから箱自体の充電とイヤホン自体の充電がさ、あるからさ、なんかどっちが切れてんだろうって。ねえ、無視しないで。なんで、なんでイヤホン忘れたの？前のクリプトは失敗しました。失敗？どういうことだよ。おい、大丈夫、彼の意志はこれからも受け継がれるでしょう。意志はってどういうことだよ。お前、あいつをどうしたんだよ。答えろよ。言ったよな、あいつは無事に俺の元に送り届けますって。あいつの意志はってなんだよ。あいつの体は、重いわ。これ、あの子からもらったネックレスなんだ。ネックレスは？はい、何でしょうか。あのネックレスはって言っていつも一人で遊んでます。楽しみ。壁ドンごっこしたりされたことあるけどさ、壁ドンってダメなんだよ。なんでダメかっていうと、自分の一番可愛い時の角度になれない、調整できないから。やっぱ自分でさ、盛れる角度っていうものがあるじゃん、どこから見たら可愛いかなみたいな。だからエルはよく真横じゃなくて斜め横から見た角度が一番可愛いって言われるの。それを堂々と言うのもどうなん。言ってくれるんだよ。まあ俺らは言ってくれると思うけどさ、全どこ見てたって可愛いよみたいな。でも友達同士でなかなか言うことってないじゃん。でもなんかやっぱ分析したいわけよ、お互いに。お互い写真とか撮り合ったりするからさ、今の角度めっちゃ可愛いとかエルも言ったりするわけ。めっちゃ漏れてるとか言うわけ。その時によく言われるんだけど、でも壁ドンされるとさ、近い上に自分の一番見てほしい角度ができないから、今やばいやばい、自分どんな顔してるかわかんないわかんないって感じになって集中できないんだよね、多分。だから良くない。やっぱ相手に主導権を握らせたいけないね。水柱も言ってたけど、女子にとって漏れるか漏れないかの角度とか表情とかの問題って生殺与奪の件と同じだからさ、ましてやこれからそういう関係になるかもしれないやつに壁ドンとかをされて、わわ漏れてない漏れてないとかいうことに集中しちゃってたらダメなんだよ。男はどうせ胸か他人しか見てない。そんなことないもん、そんなことないもん、そんなことないよね。え、そうなの？
そんなことないよね。エルがさ、メイクとかさ、準備したらさ、俺らちゃんと見てくれるよね。おほ、なんか今日は体のラインが出てる服で良きですな、とか思ってないよね。あ、思っててもいいよ。思っててもいいけど、それはさ、下から数えて何番目ぐらいの話でしょ？体のラインかどうとかいう話はさ。